佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。始まりました佐藤美久の女優道、女優でタレント活動もしております。私佐藤美久がここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から放送させていただいております番組です。どうぞよろしくお願いいたします。前回はオープニングで食欲の秋ということで秋の味覚についてお話しさせていただきましたが、秋といえば食欲ももちろんなんですが、読書の秋ということで私が最近読んだ本について少しお話しさせていただこうと思います。私がですね最近読んだのが、作者がですね朝岡モドルさんのヘブンズレイン天国の雨という、小説をですね、最近まだ最後まで読み切れてないんですけれども、あともうちょっとで読み切れるんですけれども、はい、読んでおります。はい、でこの、物語が天使だった男が何度も生まれ変わっても短命短い命の青年を、愛し続けるという輪廻転生の、作品となっておりますので、すごく悲しい、すごく涙ボロボロ流すような小説となっておりますので、ぜひ皆さんねご覧いただければなというふうに思います。はい、ではこのあたりで改めまして私佐藤美久の自己紹介をさせていただきたいと思います。私佐藤美久は女優タレントとして活動させていただいてまだ3年目の新人です。主な活動としては地上波のドラマのエキストラなどとして勉強させていただいたり、いろんな映画でお役をいただいたりなどのほか、最近のトピックスとしては22世紀寓話という短編映画に主演として出演させていただきました。また毎月第1第3金曜日夜23時からはネット配信番組 MeToo ショーで私自身が出演させていただいた某作品のキャラクターから派生したカタカナで佐藤美斗というネットアイドルという設定でただただプレスのゲームをやり続けるという生配信番組もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいておりますので、こちらもアルカディア号のホームページのチェックもお願いしておきます。それでは今回の最初のコーナーはミクの独り言。さてこのコーナーは気になるニュースやテーマを決めて自由に思ったことをお話しさせていただくコーナーです。ただしあくまでも私の独り言ですので、あまり気になさらない範囲でリスナーの皆様に共感いただければ嬉しいです。今回のテーマは最近ニュースにもなった宇宙旅行についてです。あるリサーチによりますと、宇宙旅行を取り扱う5社の料金を比較した各社の旅行内容と料金をご紹介させていただきたいと思います。ちなみに大気圏と宇宙のおおよその境界が地球から100キロ少し超える高さを言うため、5社のうち3社のプランはその境界線を越えたらすぐに地球に戻るものだそうです。それではまず1つ目、ワールドビューエンタープライズ社、75,000ドル、日本円で約835万円、ヘリウムガス風力発電装置を使用したスペースカプセルで大気圏の端まで行きます。で、4時間から6時間の旅行、そして事前のトレーニングは一切不要だそうです。そして2つ目はですね、エアロスペース社未来宇宙飛行士プログラム、15万ドル、約日本円で1672万円。ロケットエンジンを搭載した2人乗りのロケットで地球から62マイル、約100キロ離れた宇宙に飛び、6分間の無重力を経験するツアーとなっているそうです。そして3つ目がですね、バージンギャラクティック社が25万ドル。日本円で約2786万円。バージングループ会長のリチャード・ブランソン氏が設立した宇宙旅行会社で、母艦となるスペースシップからスペースシップを切り離し、地上から68マイル、約109キロの時点で行って戻ってくるプランだそうです。そして4つ目、スペースアドベンチャー社、アドベンチャーズ社。が、5000万ドル、日本円で約55億7000万円。すでに8人で、そのうち1人は2度参加されている宇宙への旅行者が体験済みのツアーがあるそうです。フライト自体が2日かかっ
り、地球から249マイル、約400キロ離れた場所にある国際宇宙ステーションで1週間半を過ごせるプラン。そして最後に、スペース X 社、こちらはですね、価格未公開で、月の表面スレスレを行く軌道を通る1週間の宇宙旅行。同社の代表は電気自動車テスラの代表で宇宙オタクと言われる実業家イーロン・マスク氏。そしてこの最後に紹介した、スペース X 社のツアーが先月発表された2023年以降に初飛行を開始する目標の民間月旅行の最初の状況搭乗客が日本のファッション通販サイト ZOZO タウン、前澤友作社長です。内容としてはロケットに搭乗し1週間ほどの期間で月周回旅行を行い、月着陸は行わずアポロ8号のように月の周回をするコースを取るそうです。前澤社長によると自ら他に6人から8人の世界的アーティストを招待して月旅行を共にするとのこと。そのためロケットを一機丸ごと契約したそうです。さて気になる金額は非公開だったんですが、資料によりますと過去に NASA がロシアからソユーズへの搭乗を購入した際、1隻あたり7470万ドル約日本円で84億円から8170万ドル約92億円の費用を支払っており、少なくともこれが最低価格だと言われ、そこから推測すると最大9人の搭乗者の費用総額は756億円以上だそうです。宇宙飛行士のガガーリンが史上初の宇宙飛行を行ってからおよそ半世紀、民間人が宇宙へ行ける未来まであと少しです。夢が実現になるようなこの壮大なプロジェクト、宇宙にロマンを感じる方はぜひ詳しく調べてみてください。ものすごく夢のあるお話で、私はちょっと怖くていけないなというふうに思いました。はい、いかがだったでしょうか。以上、ミクの独り言のコーナーでした。今月の推しメン。このコーナーは毎月私佐藤ミクがいろんなメディアでフィーチャーされた注目されている方々メンバーについてミク的に推していくという、ご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回もお忙しいところわざわざ推しメンの方にお越しいただいておりますので、早速お話をお伺いしていきたいと思います。今回の推しメンは映画監督の宮野圭司監督です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではまずは、宮野圭司監督について簡単にいただいておりますプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。宮野圭司監督は京都のご出身で、コマーシャル映像制作会社を経て1995年からフリーランスとなられ、テレビ CM やプロモーション映像から 3D 大型常設映像など幅広く映像演出を手掛けられました。その後2007年頃から CM などの広告映像を休止、自らカメラを回し世間と折り合いがつけられず苦悩するアウトローたちのドキュメンタリー作品を数本撮られ、ミニシアター公開や DVD セールスを果たし、不良性感度の高い映像作家と評され、当園の不良少年3000人の総番で映画監督としてデビュー。その後監督を務められた夢二愛の飛ばしりでも挫折と苦労を背負う主人公を描き、ジャパンフィルムフェスティバルロサンゼルスで、はい、ありがとうございます、2015年最優秀作品賞を受賞されてらっしゃいます。そして、明日10月27日そして来月11月23日にそれぞれ監督された2本の作品公開が控えてらっしゃる今注目される監督のお一人です。よろしくお願いいたします。持ち上げていただいて、いやではですね、まず、はい、今ご紹介させていただいたプロフィールにのっとってちょっとお伺いしていこうと思うんですけれども、はい、どうぞ。まず子供の頃はどんな映画をご覧になっていらっしゃいましたか。見てなかったんですよね、子供の頃は。あ、そうなんですね。というかどちらかというと映画にはあまり興味がなかったかもしれないですね。あ、ここで。あ、そうなんですね。なんか他に興味のあるものって。もうずっと音楽をやってたので。そうなんです。そうですそうです。バンドとか。バンドをやってました、ね。だから子供映画を初めて見たのは、はい、
すごい、まあ記憶にあるのは、はい、15歳ぐらいの時に、はい、女の子と E.T. を見に行った。ああ、なるほど。そこですかね。ずっと遡っていっても記憶がある。なるほど。はい、それもあの女の子が E.T. を見たいっていうから行った。あ、もうだけで自分からではなく、そうそうそう、あんまり気も済まず行ったっていう。だからどちらかというと、あの映画、まあ映画をね今撮らせてもらってますけど。はい、映画少年ではなかったんですよね、いわゆる。そうなんですね、あのびっくりしました。いやいや、はい、すいません。いやいや、全然全然すいません。いやいや、あのバンドっていうと、はい、どういうロックバンドを、ロックやってましたね。ずっと音楽ばかりをずっと、そうなんです、出ましたね。特に10代は。ああ、そうなんですね。ま、あのでは、あの映画監督になろうと思われたのはこうおいくつぐらいの時で、こう何かこうきっかけっていうのはありましたか？映画監督になろうっていう思ったことはなかったんですよね、ずっと。映画監督になろうと思ってんなれてる人もね、なかなか、あ、そう、あ、そうですね、少ないのかもしれないですけど、はい、そういう意味ではね、すごくあの運が良かったかもしれないし、出会いも良かったのかもしれないなと思いますけど。こうバンドからこう映像にこう切り替わる瞬間っていうのは何かこうあったりとかしたんですか？いや、20代前半ぐらいまではずっと音楽やってたんですよ。あ、はい、あの京都出身なんですけど、はい、あの10代の後半から、まあ、東京にいたので、はい、あのずっとこっちで東京の方で音楽はライブ活動とかね、ずっとやってて、で、まあ、食えないわけで、そんなにね、あ、なるほど、そんなにっていうか、もうかなり食えないので、で、いや、もうこのまま行くと20代中盤に差し掛かるし、これやべえぞっていうことで、はい、とりあえず地元に帰り就職をしよう。あ、あ、そうなんですね。で、たまたま、入社っていうかね、はい、こう初めて社会に出たのがっていうか、はい、が、あのコマーシャルの会社だったんですよ。試験受けて入ったんですけど、そっからですね、映像業界に入ったのはね、は、いや、でもあの映画とかドラマの世界とはもう全然違う、はい、そうですね、ラインですけどね、はいはい、そうなんですね。そうなんです。いや、あの私もあの監督は、映画は今は結構普段見られますか、映画って？いや、まあそうですね、まあ、あんまりね、あの、まあ、こう言っちゃあれですけど、あんまり人の作品見ないですけど、はい、ただあの試写場とかね、はい、あの公開前の試写場とかいただくこともあるし、うん、あのまあ、映画のチケットいただくこともあるので、はい、そういう場合見に行ったりしますけどね。そうなんですね。でもあの DVD とかね、はい、あの配信とかでは、いや本当は劇場に行って見る方がいいです、映画は。そうですね、私も劇場で見るのがすごく好き。はいはい、そうですね。まあ、あのコマーシャル、まあ、広告時代にね、はい、あの当時誰だっけな、ウォン・カーウェイさん、はい、うん、ウォン・カーウェイとか、はい、撮影監督のクリストファー・ドイルの撮影技法っていうのがすごく流行ってる時代があったんですよ、はい、随分前にね、はい、で広告やってるとあのコマーシャル映像、まあ、テレビコマーシャルでもそうだし、はい、PV とかでもそうですけど、はい、あのあれ風にみたいなのが多かったんですよ、オーダーがね、もともとの。ああ、その感じで作ってほしい、その感じでっていうのがあったので、あの、なるほど、勉強したっていうところありますけどね。岩井さんとか、はい、岩井俊二さんとかが、はい、もうすごい流行ってる時代だったんですけど、広告やってる時は。だからそっからですかね、映画しっかり見ていくようになったのはですね。だからそっからあの映画の理論とかっていうのはもともと勉強してたわけではないので、本格的に、あのゴダールを見るようになり、はい、ヌーベルバーグ の、はい、あの
高校生の映画トリフォーも含めっていうのをこう見始めて映画の議論も勉強していくようになったっていうのはありますけどね、はい、そっからですかね、だからそれ以降なんですよね。あー、じゃあ結構もう年数重ねてから映画そうですね、監督という、ね、いやその時はもう監督をする、映画も監督をするっていう発想もなかった。あ、もうそれもなかったですから。あ、そうなんですね。そもそもがです、まあ、ただ映画見るようになってその、まあ、やっぱり勉強して見るようになるとこうハマってくるので、じゃあ、自分のこう、リズムであったりこう波長に合う映画ってどういう映画なのかなっていうのはこう、うん、探り出すようにはなりましたけどね。やっぱりこう映画監督の CM の、映像この演出から監督に、うん、映画監督になるそのなんかこう苦労っていうのは結構ありましたか？苦労、そうですね、やることっていうのはやっぱ全然違いますかね。やることは、まあ、求められるものがね、そもそもあ、そうなんですね、違うんですよね。だから広告の場合は逆に作家性を出すのがこう嫌われる、嫌われるっていうかね、それはよろしくないと言われて、逆に映画は出せ出せという言われるわけです。なるほど、遠慮なく出さないといけないのが映画で、作家性も含めて、まあ、その違いはありますけど、やってることは一緒。ああ、そうなんですね。ですよ、やることは同じですけどね。勉強になります。でそれではですね、ちょっとここから、はい、公開が控えていらっしゃる2本の作品についてちょっとそれぞれお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、まず一つ目はですね、明日10月27日公開の、はい、やる女についてですね、はい、元カラのメンバーでレオン、私の人生なのになど女優として活躍の続くジオンさんが運命に翻弄される殺し屋を演じた主演作、ジオンさんが殺し屋に扮し物語の鍵を握る女性となるユノを武田里奈さん、そしてユノの兄俊介を駿河太郎さんが演じてらっしゃいますということで、はい、この見どころはどういう作品になってますかね。そうですね、まあ、これはオリジナルなんですよ、はい、原作がなくて全くのオリジナルで、はい、女殺し屋の話がやりたいって思ったのがきっかけ。あ、それも監督ご自身で。そうです、そうです。あ、そうなんですね、でそうですね、まあ、クライマックスの、はい、まあ、ワンシーンがあるんですけど、はい、その主人公の、はい、ジオンさん演じる愛子という主人公が、はい、自分自身とこう向き合う、はい、あのシーンがあるんですけど、でそこが一番最初にイメージできて、でそこからこう膨らましていったっていうか枝葉をつけていった物語で、はいはい、でなるべく言葉を少なくして、こう感情の動きっていうか、はい、心の動きをこう前面に出すような世界観の映画にしたいと思ったので、こう顔の表情とかも含めですね。でまあ、おのずと台本は薄くなるっていう利点もありましたけど、そうですよね、セリフを便利ですね、持ち運びバッグにサクッと入る、そうなんです、ページ数が、ね、少なくなりますので、ね、この、作品でご苦労された点っていうのはありますかね。苦労、そうです、現場でですか。そうですね、現場はまあまあ、制約の中でやるので、はい、どの映画も苦労は同じような苦労はありますけど、そうですね、はい、まあ、この映画だからっていう苦労は特には、なるほど、こうなんかこのシーンが大変だったとか、いや、もう映画はね、やっぱ皆さん上手というか、大変ですよ、やっぱりそうですよね、だから記憶をこう取ってた時期に戻すとしんどくなりますけど、そうなんですね、いや、まだ大変は大変ですよ、制約が。そうですね、まあ、ただ自分が脚本書いてるんですけど、はい、やる女、まあ、自分で書いといて、ラストシーンが、はい、ずっと撮影に入るまでもう
なんかこうしっくりきてなかったところがあって、で、撮影の中盤にちょうどそのクライマックス撮ることになって、はい、で主演のジオンさんに相談したですよ、どう思うって、はい、でそれがもうあの本人が腑に落ちてて、はい、やりますぜっていう感じだったらもう行こうと思ったんですけど、はい、本人も僕と同じ感覚だったんで、ああじゃあここは変えようって言って変えたんですよ、はい、でそしたら表現がすごく良くて、はい、でクライマックスの、まあ、ラストシーンでもあるので、はい、ああじゃあもうここに向かっていこうっていう、うん、あの気持ちが定まったっていう、まあ、そこでこう編集の組み立ても変わってっていうことはありましたけどね、まあ、苦労っていうかあの気持ちが通じ合った感じが、なるほど、わかりました、はい、では皆さん明日の公開をですね、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。はい、私も楽しみです。はい、でそして続いてもう一作品ですね、はい、こちらがニートニートニートですね、11月23日公開予定となっております。はい、こちらがジャニーズジュニアの安井健太郎さんが映画初主演を務め、北海道を舞台に描くロードムービー第8回小説新潮長編新人賞を受賞した三葉翔吾さんによる同名小説を映画化、物語の主人公レンチ役安井健太郎さんほか、たかし役を仮面ライダーゴーストの山本涼介さん、木の部役をジャニーズジュニアの森田ミュートさん、月子役をいたずらなキスの友利敦貴さんが演じてらっしゃいます。じゃあこちらのじゃあ見どころをですね、はい、見どころですね、はい、まあ北海道で、はい、もうほぼほぼ一月近く北海道で撮っていたの で、ね、はい、あのまあ、大自然、まあ、とはいえ雑な北海道の絵はなるべく避けるようにはして、ただもうあの都会にはないというかね、大自然をバックにお芝居されているので、はい、そういうダイナミックな絵っていうのは見どころかもしれないですね。であとジャニーズ、はい、まあ、ジュニアがね主演ということで、はい、あのどうしたってアイドル映画で今 なるのはなるんですけど、それはしょうがないんだけど、はい、あしょうがないって言ったらあれだな、はい、言えなかった、アイドル映画にはなるんだけど、はい、あのそこに抵抗していくっていうかね、あのそれをいかにこう避けていくかっていう、はい、生っぽく撮るとか人間っぽく撮るとか、はい、そっちをこう狙っていくことによって、はい、ちょっと角度が違うというか方向が違う青春映画には、はい、あのなったかなっていうふうには思います。わかりました、はい、私もすごく楽しみですので、ありがとうございます、はい、ぜひぜひまた来月、はいはい、ありがとうございます。ではですね、あの今後はこうどんな作品に手掛けていかれるご予定ありますか？そうですね、まあ、今、はい、もうすでに企画は来年の企画を、ね、はい、動かしているんですけど、はい、まあ、2つ動かしていて、なるほど決まったことに はい、やっていきたいなっていうぐらいの。わかりました。その作品にですねあの私佐藤美久がもしこうあの出演させていただくには、はい、これからこう私は何を一番必要なことっていうのはありますか？いやでも完全に初対面で申し訳ないですけども、いやでもプロフィール見せてもらってますけど、はい、コンスタントにドラマも映画もね、はい、やられてご立派にいやと思いますから、はい、逆にあの続けるコツをお伝えしてあげた方がいいんじゃないですか？わかりました。分かった頑張ります。いや出るのは簡単ですから、続けるのはそうです、ね、また必要としてもらうっていうのは難しい、ね、日々の努力を頑張っていく、いかにこう足跡を残して現場で帰るかっていう、はい、言葉があって、すごいいい言葉をいただきました。ありがとうございます。はい、ではですね、そろそろお時間が来てしまいましたので、はい、改めて先ほどの、2作品について、はい、告知をお願いいたします。はい、明日公開のヤロンナの方は、はい、シネリーブル池袋さんをメイン館に、はい、順次全国で公開、はい、されますので、はい、ぜひ私も見させていただきたいと思います。あのジオンさんが本気で心を動かしてくれてるので、はい、見たいで、来月公開の、はい、ニートニートニート、はい、11月23
3日から、はい、そうですね、新宿のピカデリーをメイン会に、はい、それも全国で公開されますので、はい、またあのホームページと、はい、あの確認してもらえれば、はい、お近くの劇場が、わかりましたぜひぜひよろしくお願いします。見る作品が私も2つ増えたことに嬉しく思います。ありがとうございます。ではですね、今回のゲストは、お忙しい中、映画監督の宮地圭司さんでした。宮野圭司さんでした。あの宮野監督、はい、公開前の大変お忙しいところ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。皆さん、なんともうエンディングのお時間となってまいりました。いつものことながら、本当にあっという間です。最後までお聞きいただきました。リスナーの皆さん、ありがとうございました。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。